いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？心がときめく男性と出会ったら、まず気になるのは彼女の有無。本人に直接聞くことができれば一番ですが、そうでない場合は相手の行動から見極めるしかないでしょう。そこで、今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、行動から判断できる彼女の有無の見分け方9パターンをご紹介します。 1. 日常的に彼女に触れるため爪を短く整えている。爪が伸びてる人は女性とのスキンシップの機会なしだとみなします。20代女性というように、まずは爪をチェックするという意見が多いようです。ただし、身だしなみにこだわる男性は日常的に爪を手入れするので、必ずしも確実な判断基準にはならないかもしれません。 2. 彼女とペアかも。可愛いスマホケースをつけている。男性の好みとは思えないスマホケースがついてたら合うと、10代女性というように愛らしいキャラもののスマホケースは彼女とお揃いでつけている可能性が高そうです。スマホケースをつけていない場合は、待ち受け画面などにも注目するといいでしょう。 3. 彼女に連絡を取っているから。こまめに携帯をいじる。こそこそやり取りしてる相手って彼女以外にいないと思います。20代女性というように、飲み会の真っ最中にやたらと携帯を触っている男性は、彼女を心配させないように連絡を取っているケースが多そうです。お酒の勢いを借りて彼女とメールと聞いてしまっても良さそうです。 4. 休日の過ごし方を聞いたら、行き先がデートスポットばかり。やたらおしゃれな街に遊びに行ってたら怪しい20代女性というように、世間話の流れで休日に何してたと聞くと、私生活の察しがつくようです。クリスマス明けなどのカップル向けイベントのタイミングなら、より確かなことがつかめそうです。